さんこんにちは、 MSS プロジェクトでございます。アルマがいませんね。なぜでしょうか。まあ本日いい肉の日ということで、はい、つまりアルマの誕生日になります。なので先に僕ら集まって料理をしまして、うんうん、アロマに美味しい肉料理を作ってあげようかなと。なるほどね。ねえ、はいはい、もうアロマの喜ぶ顔が思い浮かぶでしょ。絶対喜ぶ。うるい。さあ、うん、じゃあ早速ねアロマのためにですね、肉料理を作っていきましょう。アロマさんのね誕生日ということで、はい、いい肉の日、僕らあらかじめなんとアロマさんのために料理を作りました。どれが一番美味しかったか満足できたか判定していただきたいですね。僕ら丹精込めて作りましたから。なるほど、はい、嬉しい。なので、今回はですね、牛、豚、鶏と作りましたね、3品、うん、ぜひ味わっていきたいです。嬉しいな。味わっていきたいです。味わっていきたいです。お前が早速、まずは1品目、ご紹介したいと思います。いや嬉しいな。はい、それではキックンのお料理タイムです。レッツゴー。まずは里芋くんを温める。やっぱね誕生日ということで、誕生日はやっぱりこうね里貝、そしてあとはアスパラガス。アスパラガスのあの花言葉みたいなのがあるんですけど、やっぱお祝いとか、あとはガス、ついでにアスパラもゆでリーノ。よし、必ずねこれ開いちゃうんだよ上。でも関係ないんだよね。やっぱ、いやでも大丈夫だな、これ大丈夫なんだよな。これをとりあえず肉巻きなんておしゃれだろ。よし、じゃあこいつらぶち込む。レッツラゴー。丁寧にやっぱこう愛情込めて作ればうまいから、この作ったタレをなじませます。ここで決まるね、この料理は。よし、ここにチーズかけたらうまいから、無条件で。チーズが溶けたところでガスバーナー、今回初登場ガスバーナーです。これでよし完成。じゃあまずはキックン料理お願いします。じゃーん、こちら。なんかたこ焼きだ。やば、俺もだからたこ焼きみたいになったなと思って。なんだこれ。里芋をアスパラ、うん、もうを突っ込ませて、それを豚肉で巻いたっていう。突っ込ませてっていう表現ある。豚肉で本来巻くやつらを合わせちゃいました。豚肉で本来巻くやつ。豚肉ででチーズをかけました。まあ、まずは1個目、じゃあアルマさんに試食最初にね。はい、ね、せっかくね、やっぱり主なんで今回は。じゃあお祝いということで俺がよそってあげよう。お願いします。食べさせろ。あ、いや、それはそれはいらないです。そういうことじゃなかった、うん、食べてみてください。いただきます。ほかほかまま。ほかほか、うん、お肉感味わってる。肉感よりは里芋感だ。そうだよな。まあ里芋の方が汁が、ね、まあ、圧倒的に多いんで。美味しい美味しい。あ、美味しい。本当に。わっとー。それはよかった。嬉しい。じゃあちょっと僕らも食べてみます。はい。はい。あ、これあれちょっと崩れそうだったからちょっと固定しちゃった。はい。そいつだけ。じゃあいただきます。これこうやって食えばいいんじゃない？食いやすい。あ、そうそう。全部やろうかと思ったけど、めんどくさかったし。確かに意外といけるなと思って。確かに。うん、あ、普通にうまいね。うん、洋風の味付けかと思ったら和風なんだね。あ、めっちゃ和風これ。うん、いいんじゃないですか。まあ、僕は言いたいことは一つだけあるんですけど、まあ、後でいっか。あ、うん、うん、じゃあ、とても美味しいと思います。あ、じゃあ、続いてエフさんの料理いきましょうか。まあ、僕ですか。はい、じゃあアロマのためにね早速肉料理作っていきたいと思います。今回
鶏の唐揚げを作ろうかなと思いまして。唐揚げってね、俺作ったことないのよね。まあなんとかなるだろう。まあこれに全部入れます。ニンニクはやっぱ多い子がいいからな。アロマもニンニク好きだしな。生姜もまあ適当に、アロマは生姜好きだしな。醤油適当に入れときゃいいだろう。アロマ好きだし。マヨネーズだ。酒も入れとくか。なんとかなんだろう。ちょっと入れときゃいいや。これね、ちょっと、まあ、混ぜて、まあいいだろう。アロマ食うだけだし。いけるかな。じゃあ揚げてきます。いくぞ。これどんぐらいあるんだろう。唐揚げ作ったことないからわかんないんだけど。よっしゃ、できた。できました。僕の料理はこちらになります。おぉ、シンプルな唐揚げです。なるほど、なるほどね。ドシンプルに来たね。超シンプルな、シンプルイズベストと言われるの。この箸は何だ。もう適当に今置いただけで、ね、この胡椒をね、かけるとね、とても美味しいかもしれないんで。あ、FE さんは、はい、あ、はい、さん、いただきます。あ、ぶっきらぼうぶっきらぼうな店主けど、うまい、すごい飯はうまいまずアロマさんから、じゃあどうぞ、ね、うん、店主はぶっきらぼうだけど、こもしかしたら美味しいかもしれない。唐揚げはうまいでしょ、うん、やっぱ唐揚げの名店かもしれない。見つけたかもしれない。そんなどうですか何何の変哲もないまあそうだよね。だって見た目がもう何の変哲もない唐揚げだもん。お前どうしたお前ただのいいやつじゃん。いやでもうまいよ、うん、うまいわあ、でもうまいわ。何の変哲もないちゃんとした唐揚げっていう、うん、あね、唐揚げとしては100点満点あげてもいいあの硬すぎないし、うん、なんか違いとかありました。まああの柔らかい、やっぱり。ああ柔らかい、うん、あ、肉は柔らかいね、うん、肉すっごい柔らかい、うん、今んとこ普通にいい感じです。あ、まあただ楽しませてるだけみたいになってる。で、僕は鶏でちょっとアロマさん驚かせたいと思います。さあ、というわけで早速やってまいりましょう。アロマね、やっぱりどうしても痩せている、やっぱりね、栄養が足りてないと思うんですね。なので僕はそんなアロマのためのことを考えて、今回はアロマのための料理を、作っていきたいなと思います何今のもアロマのためしか言ってなかったよ。まずはニンニクをカットしていきますね。スライス済みの乾燥ニンニクを使おうかなと思ったんですけど、まあやっぱアロマはダメなんで、ちゃんと生ニンニクの栄養価高いですから。はい、まあ基本こんな感じでいいでしょう。そば、あとはですね、素材を突っ込んでいくだけなので、もう本当にあいつはとにかくカロリーが少ない、足りてない。なのでバター3本入れたろうと思いますアロマのためにね、カルピスのね、特選バター、これめっちゃいいやつですから。1本3、400円するすげえいいバター買ってきたんで、今回正直材料費だけで3000円ぐらいいってますからおお、すごい、こんな感じだった。うまそう、なんかこれ。はい、じゃあ入れちゃいます。今回はね、アヒージョ的なものを作ろうと思います。だからこのね、ま、油を大量に使うわけですね。じゃあまずは1本目投下します。いやー、これはうまいだろうな。はい、バター3本入れちゃいました。あ、いいっすね、ちょっとアヒージョ的な感じのこれ全部、この液体全部バターかさらに今回はまあアロマといえばやっぱり沖縄好きだと思うんですよね。なので今回はトロピカル要素を加えたいと思います。
本日はねアロマのためにですね見てくださいこちら、20% オフで売ってたトロピカルフルーツを買ってきたんで。あ、いいっすねこれ、アロマのためですよ。この南国系のフルーツを食べやすい大きさにして、はい、おいいね。で、出来上がりの前に一回また温めたいと思うんで、その時にチーズが溶けるように上に置いていきます、ね。さらにですね、出来上がりの際にそのチンした後にトロピカルフルーツを1個乗っけようと思います。はい、じゃあ最後私 FB の料理になります。ドゥイーン、こじんまり来たんです。だいぶ、なんだそれ、本当のトロトロトロピカルアヒージョでございます。アヒージョか、トロトロトロでトロピカルなので、はい、最後にね、しかも見てください、もう真ん中にアルマさん大好きなポケモン、ああメタグロス大好きですから。あ、そうだね、あんま聞いたことないんだけどな。じゃあ、こちらアルマさん、おお、そこに入れるんだ。はい、トロピカル入れるんだ。トロピカルなんで、ほんと油で入れちゃった。しかもただの油じゃないですよ、バターです。あー、まあ、だからか。マジで嫌なんだけど食べるの。チーズなんか溶かしてんのかなと思ってた。それトントロじゃない？どう？バータートロピカルの香りがする。あー、それフルーツが効いてるね。いただきます。いかがですか？ん？あ、美味しくないなぁ。美味しくないだろうなぁ。トロピカルまずいなぁ。トロピカルダメか。まずい。いや、その上のトロピカルはいけんじゃないですか。この上のトロピカルいけるかいこれ。これはいけんじゃないですか。いけるかなこれ。うわぁ。これはまだ無事。これ無事ですか。これ無事まだ。あぁ。うん。はい、というわけで結果発表、はい、さあ、アルマさん、はい、結果発表していくんですけども、うんうん、言っていいですか。はい、僕最初に言ったことを覚えてます。ん、うん、ん、今回ですね、牛、豚、鶏と作りましたね、3品、うん、ぜひ味わっていきたいです。今回は、うん、豚、鶏、牛で、あー、そうですね、そうそうそう、言ってた、という3つをね、まあ、三大肉的な、ね、三大肉で、ね、お送りしようと思ったんですけど、おかしいと思いません？牛がいない、牛いないね。ですね、この企画をですね、はい、僕お送りした時にですね、キックには確実にキックは牛料理でと。なるほど。あ、ちょ、LINE ちょっと確認してみる。そうだ、来てたわ。思い出した、思い出した、思い出したわ。ガン虫で豚肉にしちゃったの。やばこいつ。牛省かれちゃいました。いい肉の人今牛なんだ。確かにそうですね。それも踏まえまして、はい、アルマさん、今回一番良かったのはどなたの肉料理でしたか。お願いします。そうだなぁ、けどまあ、けどこの3つの縄だったら、まあでもキックンかなぁ。おぇー、すげえ、企画無視したけど勝った。こいつやったー。ルールも破っていくのか。一つはもうだって論外だから、もうどっちかしかない。まあそうだね。というわけで今回はキックンの優勝です。やった、嬉しい。よかった、愛が伝わった気がする。そう、愛があればルールなんて無用だよ。いや、マジでマジで今もう頭に浮かんだわ、あの文字。確かに読んだ記憶が。読みましたね、完全に。はい、というわけで、はい、今回はこんな感じで、みんなもいい肉食べてね。はい、というわけなんですけども、はい、実はですね、アロマさん、はい、